4年度を振り返って、チームの目標としていた2部優勝、1部昇格を果たすことをできて良かったです。チームの強さの要因は、常にチャレンジャー精神を持ち、一人一人が戦う気持ちで最後まで諦めなかったことです。来年度に向けて一部の舞台ということで楽しみだと思うので、自分たちのサッカーで勝ってほしいです。今年度のリーグ戦はコロナ禍ということもあって、延期や試合の中止ということが語ったんですけれども、最後までリーグをやり遂げることができて良かったと思います。今年のチームは、チーム力というところがとてもあったと思っていて、試合に出ている選手以外の、ベンチにいる選手や、ベンチ外にいる選手も、チームのために何ができるかということを、常に意識してやってくれていたので、苦しい試合でも、勝っている試合でも、チームとしてどう戦うかっていうのが明確にできていたと、自分は思います。来年のチームは、1部リーグという素晴らしい舞台があるので、気負うことなく思い切ってサッカーを楽しんでほしいですし、残留という結果っていうのは、最後にならないとわからないものだと思うので、一試合一試合を大切に頑張ってほしいと思います。止まるな走れ